はい、皆さんこんにちは。バンダリングリフィッシュです。今回からですね、プレイしていくのはステラリスのガンダムモッドをプレイしていきたいと思います。というわけで、すでにガンダムモッドは仕掛けてありますので、ニューゲームからプレイの方を始めていきたいと思います。で、ガンダムモッドを入れているので、おなじみのレビル将軍とかね、あとはギレン総帥、シロッコに、シャア大佐ですね。あと、ハマーンなんかも出ているんですが、今回はね、レビル将軍を使っていきましょう。地球連邦ですね。じゃあ、こちらを選択していきましょう。で、銀河のサイズは中。設定はね、ご覧の設定でそのまま進めていこうかなというふうに思います。こんな感じの設定になっています。で、ちょっとまだまだね、ステラリスの方は素人プレイになってしまう部分も多いと思いますんで、皆さんからアドバイスとかね、お気づきの点とか、いろいろ教えていただければなというふうに思います。では、早速プレイの方を始めていきましょう。この辺のね、出てきている内容は、初期のものは大したものはないので、まずはゲームの方を開始していきましょう。で、一番最初ね、このガンダムモッドを入れた場合、一番最初に選択できる内容がいくつかあるんですが、ここはね、やっぱりガンダムでしょうということで、ガンダム開発計画を始めていきましょう。で、今のガンダム開発計画を選ぶと、ボールが早速設計できるようになりますというところと、あとは180ミリキャノンとかね、この辺りも設計段階で組み込むことができるようになります。で、早速ですね、そしたら研究項目を選ぶところから始めていきましょう。エマさんとかね、ちょっと言えないんで、もうサラとしか言いませんけど、あとフラウボーとかいるんですけど、ちょっと名前はね、さすがに無茶苦茶です。じゃあ、早速研究項目選んでいきましょう。どうしようかな。特に欲しいものはないので、研究速度アップを選んでいきましょう。で、社会学のところなんですが、社会学のところはどうする？生態研究所。もしくは追加布告。外宇宙交易会社か。これっていうのがないな。ただここは宇宙交易を入れておきますか。将来的に。いつ自分たち以外の第二勢力、第三勢力と会うかわからないですからね。で、さらには、セラミック金属装甲。これでしょう。で、早速一番最初にジオンがいるので、ジオンのね、サイド3の総裁が、ギレン総帥ではないというところがあるんですけど、どうする？宣戦布告、貿易協定を提案、防衛協定の締結、不可侵条約の締結、独立保障、移民条約の提案、国境封鎖、保護国家の勧告。どうしようかな。普通は貿易協定をまず提案するところからじゃないのっていうところですね。じゃあ、エネルギー通貨を多少進呈しようと。エネルギー通貨っていうのは、このステラリスの世界でいうところのお金と同じ概念ですね。じゃあ、これはこれで進めておいて、でと。An excellent decision. Building a star empire can be remarkable. We have discovered. じゃあ、早速時間を進めていきましょう。時間は右上ですね。ここから進めていきます。
で、あとせっかくなんで調査船を使って指示だけ出しておきましょうか。A planet needs to be surveyed in order to make its resources visible. で、あと建設船を使って、やっぱりどうしても鉱物資源が足りなくなるので、あっという間に。鉱物資源を最初に獲得していきましょうというところと、ちょっと総意っていう名前だと分かりづらいので、ここは地球に変えちゃいましょう。入らないかな。ここはあれですね、ハーツ・オブ・アイアンでもそうなんですが、日本語モッドを入れても入力がちょっと日本語に対応していないケースがあるので、ここはもうコピペで入れちゃいましょう。で、地球圏にして、地球ですね。で、最初の地表でどうしてもね足りなくなりがちなところには優先的に人員を配置しておきたいんですが、もうパッと見足りなくなりそうなところとしては、食料がいきなりマイナス2から始まってるんで、食料のところになんとか人を入れていかないといけないですね。ここをとりあえず除去しますか。おっと、足りないね。通貨が足りないですね。なのでしょうがない。一旦このまま進めていきましょう。ここに出ているリンゴのマークが食料なんですけど、この食料がね明らかに足りなくなっていく傾向にあるんで、ここはちょっと注意が必要かなというところですね。Our burgeoning empire has now reached a size where it is becoming difficult to administer directly from our homeworld. We should establish a new sector. We have taken the space station's control of the space station, so we have taken the control of Side 3's control. Nothing to do, Zion is completely collapsing. So, this means that Zion's Side 3 is...ここも見ておくと、マイナス3か、シャー少佐がいるけど、どうする？そしたら、ちょっと人の配置を考えなきゃいけないな。どうしても今だと、食料がマイナスになっていくので、どうやっても。この食料のマイナスを減らしていきたいので、採掘ステーションはいいんだけど、どうしようかね。ちょっと困りましたね。建設船を使って、アルマリーはね、もう基本的にはバリバリ進めていくでいいかなとは思うんですが、このままだと食料があっという間に底を尽きるので、ちょっと食料対策を先に考えましょうか。今とは言ってもサイド3と地球しかないので、除去が終わったとしてもできることはちょっと限られてるかな。Surveyed worlds sometimes possess。ここに人をまず入れましょう。使っていないというか足りなくてもいいようなところから
人を動かしたいので、アノマリーを発見したで、どうする？今だとエネルギーもこの先使っていくだろうし、割と余裕があるところで言うと、いやーちょっと迷うな。明らかに取れなそうなところに何かをしてもしょうがないんで、ちょっとサイド3の方を見直しましょう。サイド3の方がまだ可能性あるよな。食料を得ていきたいので、食料系に傾倒していく。で、無理やりにでも人をちょっと移住させていきましょう。で、まあ、サイド3から始まりというか、あれか、惑星扱いになってますね、サイド3だけで。サイド1247は単なる軌道上の居住地扱いになってますね。で、鉱物資源もこの先どんどん必要にはなってくるので、まあ、鉱物資源もある程度数は見ておきたいかなというところです。で、ピスリア星系が完全に調査済みになったので、そしたら早速ここに進出しちゃいましょう。Now that we have begun exploring our neighboring stars。で、鉱物資源はバリバリ欲しいので、ここ鉱物は結構ありますね。ピスリアは6取れるようになるんだな。いや、それにしても本当にいきなりだけど、まずいことが起きてるね。いきなりもいきなり食糧難に陥るな。鉱物資源はまあそれなりにあるので、まあなんとかなるかなという気はするんですけど、まあ技術ツリーですね、いわゆるに近いところはここで進めていって、研究枠を一つ得ましょう。で、地球圏を発展させていくにも限界があるんで、まあピスリアに領域を広げつつ、やっぱり気になる食料だな、食料。サラ・ザビアロフ言えた？ちゃんとがレベルアップ、まあ、これもいいでしょう。で、あとは鉱物資源だよね。鉱物資源と気にしなきゃいけないのが
食料だけど、食料が本当に困りましたね。やっぱサイド3だな、入植可能なのは。ただそのサイド3もどうなんだろうっていう感じだな。That is where the frontiers of our domain now lie.シャー少佐を起動させよう。マイナス1まで減らした。あと1だな。あと1はここがポップが元気になればいけるかな。そしたら早速採掘場バリバリ作っていきましょう。で、調査船はこのまま調査を続けるとして、ポップだな、ポップ。ポップが本当にあともう時間の問題でマイナスになっていくので、ポップをなんとか、ポップじゃないね、食料。食料をなんとかしたいですけどね。どうしようかな。今さ、地球とサイド3しかなくて、その両方とも結構えぐい感じになってるんですよね。となるとここにどうする？またリンゴ生成所を作りますか。でここに人を配置していきましょう。これで一応マイナスサーバーはなくなるはずだな。間に合うかどうかは別にしてですね。よし、そしたらあとはバリバリ鉱物資源を作っていきましょう。で地球圏はもう美味しいのはないので、地球圏外のところで言うとピスリアだな。ピスリアでこの後バリ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 鉱物を産出させていくので、この次だね。今調査船が入っていっているところで、他に何があるかっていうのを見ていきましょう。このアルファセンチュラルっていうところ、センチュリールか、ここは人の住める惑星がありそうですね。地球圏外で初めての惑星発見かな。でここで研究の選択肢を増やすというものを入れていきましょう。これで早くガンダムを開発したいんで。これでようやくリンゴがマイナスになる前にプラマイゼロまで持ってきましたね。あとはじゃあここもちょっともったいないけど変えてしまって、これで一旦はポップがプラスに転ずるはずだね。で建設船の方は一旦は建設が終わったので、宇宙基地を建設してここに
支配領域を拡大していきましょう。ガンダム開発計画を発動するにはまだまだちょっと時間がかかりそうなんですが、その前に敵がやってくる可能性があるので、造船所でコルベットを、何隻か増強しておきましょう。で、合わせてちょっとね、ボールを作れるように設計を加えておきます。New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. これでいいかな。名前はそのままボールにしたいんですが、ここも入らないのでボールということで入れていきましょう。なので次からね、コルペット今入れましたけど、コルペットの代わりにボールを配備していきましょう。あと建設船のところを見ると、先にここはサイド砲か、あ、そうか、サイド砲とかも人がいるっちゃいるのか。じゃあここにポップを立てていきたいけど、どうする？農業地区入れて、エマさんのところ農業地区にして、ここに食料4を増やしましょうか。ちょっと後で鉱物資源が200貯まるまで待ちましょう。鉱物なんだよね、鉱物。建設船を、そうか、宇宙基地作りたいけど、先にリンゴを増やさないと危ないな。ちょっと200貯めましょう。サイド4だったよね、さっきエマさんが待機してたのは。サイド4を選んで、そうだね、エマさんのいるここだな。ここに農業地区設定をしちゃいましょう。やっぱりもうちょっとハイスピードに鉱物資源貯まるような形にしたいですね。今プラス19なんですが、これプラス30ぐらいまで鉱物資源優先で、行きましょうか。あとは今第一遠征艦隊という1個艦隊しかなくて、これの攻撃力が153というところで、外敵と遭遇したらちょっと危ないなというところなので、ここもちょっとね考えていく必要があるかなとは思ってます。あー、ここのイピエシリアっていうところ、ここちょっと見てみますか。ここはイピエシリア 2A っていうところで、ここに1個作るだけで4入ってくるんだな。ってことはイピエシリアのところに前哨基地、宇宙基地と採掘ステーション2つ作っていく方が効率が良さそうですね。ちょっとそういう方針に変えていきましょう。で、鉱物資源の方は、プラス17で、
食料がプラス1ずつしか増えていかないっていう、ちょっとこれ停滞していると敵との遭遇が始まると危ないので、鉱物資源を今度は重点的に集めていきましょう。で、100貯まったらイピシリアの方にとりあえず移動だけしちゃおう。宇宙基地を作ってしまって、地球連邦の枠に組み込みましょう。そうか、イピシリアまだまだ調査が完了してないんで組み込めないですね。The situation log displays a little. ポップはまあポップというか、食料はプラス1で、鉱物が17がやっぱりきついよね。どう見てもこれ30ぐらいまで急いで上げていって、まず第一遠征艦隊の攻撃力を300ぐらいまでは上げておかないと、敵と遭遇した時に結構一方的にやられてしまって、そのままゲームオーバーになだれ込むパターンもあるんで。食料はこれでプラス6ですね。さっきエマさんのところに作った食料供給プラ4のところ建設完了して一気にプラ6になったので、もう食料に関しては気にする必要がなくなりそうなので、こっからはもうどん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 鉱物ですね。鉱物はこのダイヤモンド、赤いダイヤモンドみたいなところ、ここを優先的に入れていきましょう。でイピエシリア 2A と3、ここに採掘ステーションを入れれば、イピエシリア 2A のところで鉱物資源4、イピエシリア3で2、これをそれぞれゲットできるようになるんで、まあ少し効率が良くなるかなというのがありますと。で、あとは造船所ですね。でボールが作れるようになるんで、ボールを2個ほど作っていきましょう。でその他のところなんですが、一旦サイド1234、ここを確認しておきましょう。地球圏に戻って、まずはサイド1、サイド6、一通り人が入ってるね。サイド4はさっき見たので、サイド2とサイド5を見ておきましょう。ブランブルターク少佐とかいるね。まあ、ここも大丈夫かな。で、サイド7。サイド7はブライトさんがいるけど、まあ、ここも大丈夫な感じかな。じゃあ、やっぱり鉱物資源優先だな。鉱物資源を優先的に作っていきましょう。で、あとは、どうだろうな。この、
ブラマードスターっていうところで鉱物資源が取れるんで、優先的にやっぱり進んでいくのはここの方が良さそうですね。どうしてもね、鉱物資源を進めていかなければいけないので、鉱物資源を優先的に入手していきましょう。おっと、ここでガンタンクがいける。ちょっとじゃあガンタンクをまず研究していこう。でどっかでモビルスーツの研究所というか、あの工場を作らなきゃいけないんで、モビルスーツの工場を作ろう。じゃあそれを地球圏の、地球にそもそもモビルスーツ作れるような領域あった？そうするとここを除去しちゃおう。まず除去しちゃわないとね、得られるものも得られないので。でサイド3はというと、サイド3は空いてるところはあるけど、サイド7かな。サイド7でモビルスーツの研究所を作りたいけど、モビルスーツ研究所がまだそもそも開発されてないですね。研究が進んでないので難しいが、鉱物資源は一気に800溜まってるんで、ちょっとここで一旦時間を止めてやれることをやっていきましょう。まずは造船所でボールを入れて、でさらに設計ですね。でガンタンク、そうか、ガンタンクはまだ研究終わってないもんね。今研究入れたばかりなので。だったら第一遠征艦隊のところなんですが、ここにコルペット、これをさらに2隻増強しましょう。これでだいぶ使っちゃったので、あとは調査船のところで調査を、あとどうする、建設船をもう一個作っとく、今後のためにってことを考えると。そうするとちょっと地球に戻りましょう。で地球の宇宙港で建設船を一個作っちゃいます。これでいいかな。じゃあ時間をまた進めていきましょう。ガンタンクが作れるようになったら、ガンタンクを早速投入したいですね。これで第一遠征艦隊、ここが310まで攻撃力が上がったので、まあ一安心かな。今までのペースにすると少し
正直言って領域拡大の速度が遅いかなというのがあるので、ちょっとここからバリバリ領域拡大スピードを上げられるように頑張っていきましょう。やっぱり鉱物資源だな、1にも2にも鉱物資源を積極的に獲得していきましょう。でそろそろ調査船の数ももう1隻増やして2隻2隻体制、建設船2隻、調査船2隻っていう体制にしていきたいので、ここもちょっと考えていかなきゃいけないですかね。食料に関してはもう完全に安定状態で入ったので、鉱物だね、鉱物をもうちょっとスピーディーに増やしていきたいかな。もう時間的には本当にいつ第三勢力というか、まあ第二勢力か、もうジオンはね取り込んだので第二勢力とぶつかってもおかしくないかなっていう状況にはなってきてるので、本当に宇宙艦隊の増強は急務なんですけどね。そうしたら次はダーラビアズっていうところで、鉱物資源が2つ取れるので、ここに入植していきましょう。ポップの成長速度プラス10、これは早く欲しいので入れましょう。これ入れておくとね、新しくポップ入れた時にだいぶポップがきちんと働き始めるまでの時間が短くなりますからね。お、ガンタンクがこれでアンロックされた。じゃあ次はコイルガンをちょっと入れておいて、感染設計の時に有効活用していきましょう。コイルガンはでだ、早速ガンタンクを設計していこう。ガンタンク、
早速ガンタンクをね使っていきたいんだけど、ガンタンクの建設、コストは161か。まあ、ただガンタンクは欲しいよな。第一艦隊が398、この時点で本当に運悪く強い敵艦隊と遭遇すると500前後の敵艦隊と遭遇することはあるので、500ぐらいまではこの第一遠征艦隊ですね、これ増強しておきたいんですよね。となると1にも2にも鉱物のやっぱり獲得スピードが少しぬるいかなという感じは否めないな。あとはちょっと地球に戻って、地球で調査船をもう一個作っちゃいましょう。まあ、この辺りのね、星系の研究は何も考えずに進めていっていいかなと思いますので、進めていっちゃいましょう。で、調査船がもう一隻できたら、もう一隻の調査船は各架空の新しい場所を探しに行かさせましょう。じゃあこれはどうする？年齢55歳になってるな。みんな結構年寄りが多いな。Good. The scientist has assumed. であとは、領域をどんどん広げていかなきゃいけないものの、ちょっと一旦領域広げられるようなところはないので、建設線で前線を広げましょう。じゃあで、あとはガンタンクをちょっと作っちゃいますか。ガンタンク、ガンタンクの攻撃力が 45.87、 ボールが攻撃力が70、ボールの方が強いのか。コルペットは攻撃力が 6.8、 ボールがいかに強いかってことだな。これ見るとマジか、ボールの攻撃力めちゃくちゃ強くないですか。ただ速度はガンタンクの方が速い。微妙だな。まあ、ガンタンクは作るんですけどね。
ちょっとここは効率がよろしくないな。You're losing credits at an alarming rate. Last month's budget report makes for some grim reading.明らかに領域拡大のスピードが遅いんで、ちょっとスピードアップしていかないと他国に遅れを取っちゃいますかね。エネルギーもプラマイがゼロになってきたので増減がゼロですね、収支が。これプラスにするためにエネルギーも少し使っていきましょう。でガンタンクは組み込まれた？まだ建設中。ちょっと造船基地見とく。ガンタンクはただ終わってるな。となると第一艦隊ですね。ガンタンク入ってるね。はい、ではちょっとね、時間が長くなってきましたので、ガンタンク作ったというところまで今回進めましたと。で次回以降はですね、ガンダムをいかに早く作るかっていうところもあるんですが、少し効率が悪かったのか、地球連邦の領域拡大が遅いかなというのがあるので、調査船でバリバリ調査させて、建設船で前線基地を作って、地球連邦の支配権をどんどん拡大していきたいなというふうに思います。それに合わせて、第2遠征艦隊、第3遠征艦隊というように徐々に艦隊の増強も図っていければいいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。